よし、再開していくぜ。とりあえずあの女の子に会うために夜まで待ってみるか。む。さてさて、一体何をしてくれるっちゅうんだい？ムフフなことなのかな、これ。むむむ？うっす。うん。真夜中のお礼を早く。お姉ちゃんが好きなもの、それをあげるのが一番のお礼なの。何をくれるの？お姉ちゃんに絶望と恐怖、いやちょっと待って、待って、おかしいでしょ、こんな、いきなりおかしいでしょ、これ。覚えてないし、技。麻痺きてーい。ナイトメア。スリープ。残酷なお医者さんごっこ。ちょっと。即死？おい、どういうことだよ。どういうことだ、それ。夢だったのかしら、とんでもない目にあってますよ、おい。どうすんねや、これ。とりあえず、置いといて、いにしえの迷宮行ってみよう。何かしら、ここは。ここはまさか。ラオメディア冒険者が誰一人と突破したことがなかったっていう伝説の迷宮ですよ、ここ。そんな大げさね。あんたってうちのばあちゃんですら無理だったって言ってましたから。マジか。あなたのおばあさんってそんなにすごいの？確かばあちゃんが挑戦した時はレベル99だって言ってましたよ。もう人間じゃないですよ、あれは。カラティアちゃんももうレベル99なんですけど。そんでれじゃレベル99でも無理ってことじゃない。だからラオメディアで突破した人が誰もいないって言ってるじゃないですか。帰りましょう。せっかく来たんだからちょっと潜ってみましょうよ。私たちの力がどれほどもののものなのか試してみる価値がありますよ。ああ、そうか。もう頑張るだけ頑張ってみようや。さて、敵強いのか ?3000。そんなにめちゃくちゃ強そうではないが。それ通常攻撃だけでいけるか？あ、1体倒せない。アタックダウン。あ、なかなかめんどくさいことしてくる。全体攻撃した方がいいな、これ。よしよし。花粉。眠らせても来る。あ、状態異常がこれめちゃくちゃうざいぞ。おいおい。ふぅ、うわ、ライフアップとかめちゃくちゃ落とす。レベルがめちゃくちゃ上がる。99なんですけど、レベル。お、階段がある。またミイラか。敵一体豪華で焼こう。一気に倒しに行った方がいいな、これ。よーし、ライフアップがめちゃくちゃ手に入るな、これ。あ？なんだ？落とし穴だと？ちょっと待て。主装備変えよう。デスサイズダメです。とりあえず全体攻撃ができる魔法があればいいんだけどなぁ。そうですね。ないんですね。ティオリコ、ボルケイノーの、これしかないか。お前かかってこいや、おめぇ。強いんか？ボルケイノー。ボルケイノーがどれぐらいの火力を出せるか。あ、そこそこ出せるじゃん。じゃあ二人は通常攻撃で、ボルケイノーで行こう。よし。結構痛いな。ボルケイノー。よしよし。まあ、そんな言うほどきつくはないな。スタン。ああ、だからこっちの方が早いから全く問題ないわけだよ、これ。よーし。結構ライフアップとかガードアップとか落としてくれるぞ、こいつ。これはええよ。大きな目だ。あ、しろい。よーし。覚えたところで一回セーブしときたいね。いつ全滅するかわからへんからな。よし。よーし。よし、これで全滅できたな。オッケー。セーブ。もう全員のレベルが99になってしまったわけですが。ライフアップとかあげるか。姫様に使うか。技ポイントね。姫様にあげるか。あれ？技ポイント300が最大なの？一個も上がんなかった。力ももしかして最大値とかあるかな？もうちょっともったいないことしちゃったね。
まだ上がるね。ガード。ガードが一番低いのはお姫様か。交互に使ったらか。インテリアップ。インテリ。255がなんか最大値っぽい雰囲気ではあるな。うん。だから、二人に使うか。スピードアップ。結構上がったんちゃう？うーし。隠し通路的なものはないな。あ、で、ここがさっきのところなんだ。下には行けないっていうことね。わかりましたよ。オッケー。わー、またこれ眠らせてくるのがめんどくさいな、俺、主に。あ、火力が下がるのかいただけないが。まあ、なんとか倒せる範囲。よし。よし。あ、ていうかさ、よくよく見たらさ、今更だけど、ガラテヤちゃんがさ、裸着のままなんですけど。ガラテヤちゃんが裸着のままなんですけど、それはいいんですか？おわ、ここは落とし穴か。まあ、それは、それでなんかちょっと、なんか、いいけど、いいけど別にそれ。ガラティアちゃん、かわいらしいじゃないの、それ。よし。やべ、眠ってたから、やんなかった。通常攻撃。おお、やったかよかった。やばい、お姫様が死ぬ。回復しよう。魔女の宝器。装備品か？武器技がありませんが、2回行動が可能。はぁ、だけど、インテリ、あ、なるほど。これ装備して、でも、あ、インテリジェントまだ上がるじゃん。255が最大しかと思ってた。で、あれだ。どれだっけ。ボルケイノーのこれを装備させれば、超絶強いっちゅう、そういうことちゃうの？そういうことちゃうの？つまりそういうことちゃうの？とりあえず、王家の指輪装備させとくか。回復するの忘れてた。ああ、なるほど。2回行動が可能と。ボルケーノー！よーしよし。ちょっと回復しよう。さてさて。ボルケーノ2回打ってくれるかな？よーし、2回打ってくれる！めちゃくちゃ優秀やないか、これ。これぐるっと回ってきちゃった感じだな。ボルケーノー！ 2回は強いぞ、これ。二回はええの。おう？よし！よーし！ MP も2回分減ってる？かい？もしかして。まあ、それ減ってそうではあるが。ちょっと見てみようか。2回分減ってるか。3減った。ああ、やっぱ2回分減ってんだね。まあ、そこはしゃあないね。でも6で全体的にあのダメージを出せるんだったら十分強いと思うけどね。はい、はい、十分十分。あー、スタン敵の方が素早いのとからちょっといただけないよそれはね。おうし、スピードアップとかライフアップとかガードアップとかめちゃくちゃ落とすな敵が。これ能力上げまくってくださいねってそういうことなのかな。これはとりあえず一回戻ってなんか武器防具買ってきてもいいかもしれないけどね。ここどこなの？もうだいぶ迷子ですよ、私。よし。ちょっとお姫様の人弁でもだいぶ減ってるよ。ここどこ？ここ？お？なんだおめ。もうやだ、こんなとこに二度と来ねえわー。ここまで来れた人間がいたのに驚きだ。世界は広いわね。第二層ってことを。もう？敵の強さはそんなに変わってないな。まあ2回攻撃でも通常攻撃じゃお話にならんな。それさすがに硬い。魔法使わないとダメだ。ボルケイノー、よし。あー、こいつがなかなか強いな。さすがなんか隠しダンジョンだけあってなかなかやるじゃないの。はい、ぐるっと回って。ちょっと待って、なんか隠し通路ないか。なさそうだな。
よしよし。よし。ガンガンスピードアップ手に入ってます。おお、なんか、可愛い子ちゃんが出てきましたよ。うわ、硬い。魔法防御力が高いのか、こいつ。マンイーター。んボルケーノー。よしよし。どこまでも行けるな、階段がある。はい。落とし穴くせえぞ、こっちまた。MP 回復、技ポイント回復アイテムを大量に買ってこんとあかんかもしれんな、これ。うわー、眠ったー。うわー、毒になったー。これはいやらしい。おい。おい。なんか微妙に固まるんだよね、これ。なんだろうね。なんか今手に入れたぞ。ゴッツヘルム。王女を守る確率が上昇し、インターセプト、カウンター回すと可能。ほう？飛びすっか。お、なんだ、落とし穴か？落とし穴。わーおー、やられたぜー。ふやー。ふやー。またこれやりますよ。めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強い。これで、なんか今またサムネ、ほう、めっちゃ強そうだな。ストレッチ装備させるか。カウンターがめちゃくちゃ強い、必ず発動する。めっちゃ優秀。あー、ここの階段に出るわけね。なるほど、めっちゃ優秀ですよこれ。ボルケーノ効くんかい。ボルケーノ効かなそうだけど効くんかい。それこの技にもカウンター取れるわけですよ。ほら、めっちゃ強いね。めっちゃ強いわけですよ、これ。ヒット目でもさすがに減ってきたな。ふーし。どこで落とし穴食らった？ここか。ゴッツヘルムもう一個欲しいな。レベッカちゃんにもつけたいとこだけど、オラーガードも出るし、乱れ雪月か。おい、かっこええし、強え。いいね。寝ててもカウンター取る。素晴らしい。毒にもカウンター取る。素晴らしい。めちゃくちゃ強いですよ、これ。おい。しかし、その黒い肌着に似合いますね。刀っていうのがね、これね。よし。よし。いいね。そしてカウンター取るぞ。素晴らしい。素晴らしいですよ、それ。結構またアイテム増えてきたね。もっと溜まってから使うか、一気に。あれ戻ってない？これ入り口に。戻ってるね、これね。あれー、あれあれあれー。ゴッツヘルムって誰が落としたんだっけか。あのボス、あの騎士みたいなやつか。スカウンター取る。よし。使い換えよりも買い換えと。この左側行ってないね。おい。よし、よし。そろそろ技ポイントがなくなって、これにもカウンター取るんだからすごいよな、ほんとに。
何でもカウンター取れちゃうやん、これ優秀やな、ほんまあの武器な。インテリアップ、インテリアップ。隠し通路的なとこ ないんかな。よし。よし。うわー、痛い。ファイヤーブレスめちゃくちゃ痛いな、それ。よし。まあ、でもパワーアップとか手に入れてるし、まあいいんじゃない。おい。一人ぐらいはほくれ。クリームは、うわ、シャマイ、死んだかも。うわー、ギリギリ。やばい。おいおい、死ぬんじゃないか。くわー、死んだ、くそ。生き返したい。こういうので生き返せるんか、普通に。おい。ワイドワイド、押してた、これ。うわー、きついぜ。マグマリキュールが全然足りひんな、これな。姫のメモ聖杯、ライフアップ600がマックス値かな。まだ上がる。お姫様に全部使っとこう。パワーアップ使おう。ガードアップ、ガードアップ、ガードアップ、ガワガワガワ。インテリアップ、まだ上がるかな。インテリ285、上がらないか。やっぱ255が最大値なのかな。プラス装備品での上昇値ってことなのかな。スピードアップ、うん、ガラティアちゃんに全部突っ込んでもいいけどね。だいぶ能力は強化されたんじゃないか。マグマリキュール買ってこんとあかんな、これ。間違えた間違えた。これがなかなかにやばい。魔法攻撃を抑える装備にした方がいいかな。悩ましいとこだけど。お、隠し通路降りれる、降りれるが、まあ待て、右側まだ行ってね、行ってへんや、行ってへんねやで、これ。おいおい、ファイヤーブレスもやっぱりあれだ、インターセプトで、これ敵の攻撃を無効化することもできる。素晴らしい、素晴らしいです、ゴッツヘルムさん。アイスソード、お、魔法陣、あっちの左の方が気になるね、こうなってくるとね。とりあえずセーブしてから乗ってみようか。セーブして乗ってみて、なんか明らかに違うような感じだったら、やっぱり死んだかも。わー、敵の魔法攻撃が痛い。おれい、明らかに正解っぽいルートだったら左側の隠し通路の階段の方行ってみようか。そうだね。もう MP がなくなってきました。技ポイントがなくなってきました。10しか回復しないもんな。ちょっときついね。ちょっと一旦セーブして、あ、地上へ帰れる、帰らない。あー、どうする、一回帰るか。一回帰ってもいいよね。そうね、ちょっとお金も貯まってるし、マグマリキュールを大量に買い込んでこないと、どの道この先の攻略は辛そうなんだよね。ということなので、一旦戻って補給してここまで帰ってきますわ。はい、一旦失礼します。うーし、帰ってきました。で、装備品がね、いろいろ手に入れたんで、このゴッズアーマー、究極の鎧、HP が自動回復し、魔法ダメージを半減するっていう、この素晴らしい、素晴らしい鎧と、あとダイヤモンドリングってのいつの間にやら持ってたんで、全能力アップし状態上、オール20という素晴らしいですね。あとゴッズカーブ、WP コストが半分になり、魔法ダメージを半減する。素晴らしいですな、これな。で、マグマリキュラーは99個買ってきました、これ。大丈夫です。まだまだ持ちます。じゃあ、この左を行ったところにある隠し階段に向かおうかい？敵からね、結構いいものを落とすんだよね、装備品とか。だから、極力戦っていって、敵がね、落とすことを期待しつつ行くみたいな。そういう方向がいいと思う。
これボルケイノも消費1になったからね。これ情熱のピアス、また新しいの落としたな。なんですか、攻撃を受けると通常攻撃で反撃する、ゴッツヘルムの劣化版かな。これカウンターっていうことでしょ、つまりゴッツヘルムがやっぱ強いね。いいと思うんだよな。お、冷静に落ち着いて銃口すればこの迷宮をクリアすることは不可能だということは明白でした。ここまで来ないとそれに気づけないなんて、私も頭が悪かったとしか言いようがないですね。帰ってお風呂入ってねよ。相当強いな、あの人も。じゃあセーブしよう。何階層まであるんだこのダンジョンは一体。さて、あー敵の感じがまた変わりましたね。これそしてなかなか強いインターセプト。敵の通常攻撃で110だと、ダメージいくらなんでも受けすぎでさ。そりゃパープめちゃくちゃ手に入るな。もっとガンガン行った方がいいか。マグマリキュール99個あること考えて、でも敵がマグマリキュール全然落としてないんだよな。うわ痛い。いやー王女様がやっぱり貧弱だなこれな。しょーっち貧弱だなこれ。ガードアップをが手に入ったらガンガン使う。パワーアップばっか手に入んなこれ。ガードアップをお姫様に使って、パッ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 、うん、いいと思う。インテリアップ誰に使う。インテリ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 スピードアップ誰に使おうか。スピード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 ライフアップはお姫様に。よーし、能力値がカンストするのも近いぞこれ。さすがにこんだけいるときついな。けどな MP も限界があるしな。可能な限りこのボルケーノだけでなんとかしていきたい。おれいおれい。お姫様に攻撃さえ来なければなんとでもなるんだかな。ガードが255まで上げられればってとこだな。パワーアップ落としすぎやて。それもういらないんですけど、パワーアップ275、これカンストだな。255プラス能力値が上がってるって感じだからね多分。うわ硬いこいつ。ガードアップとかくれそう。トークガスブレスナイスカウンター。うわファイヤーブレスナイスカウンター。でも全然痛くない、全然痛くないですよこの人たち。ボレイボルケイノーボルケイノー。どうもなんかテンポが悪いな、2回攻撃のせいかな。ナイスカウンターボレイボレイ。技ポイントが消費半減してることを考えて、姫様になんか装備を変えて姫様の魔法で回復した方がいいかな。おーっしゃ、ガードアップこいつめっちゃ落とす。ガードはガップガードアップ。姫様お姫様お姫様お姫様210結構あるな。ガラディアちゃんよりあるやん。装備品変えて、なんかヒールロッドいいっす。 MP0 で回復できるんですけど、どういうことなのそれ。死者誤入なんかな。死者誤入っていうか切り捨てなのかなこれ。とりあえず戻して、よし、おーやっと次の階層いける。ひー長かったな。ジェネシーズ、うわー回復そんなことする。うーなになに、あーそんなのやつよくないな。オレイオレイ超音波スタン、あ攻撃力ダウンか。わーおスタンするとカウンターできないんだな。ふうなかなかアイテムが増えてはきたが、技ポイントね、ガードアップ、もうガード上げる人カラテアちゃんあげるか。インテリもガラデーちゃんで、スピードは交互に使っていくか。こんなもんでいいんじゃないか。ちょっと回復するか。こまめな武器を変えての回復と大事、そういうの大事だと思います。だから無理だって言ったんだ。無茶だよ、無謀だよ。今日はいけると思ったのに数の暴力って卑怯よね。おい今日のところで直しましょう。おい
ここまで来れるなんてただものじゃないわね。何者かしらあの二人。おう、そろそろゴールでやってほしいところではあるんだが。お、なんか魔法陣があるな。帰れる。戻ってくるときにはまた歩ってこなきゃあかんしな、これな。うわー、強そうだな。ヒットポイントがついに1万を超えましたよ、敵が。もう通常攻撃だけじゃこうきついんちゃうかな。あー、魔法攻撃が痛い。魔法半減の装備させないとダメだぞ、これ。おい、おい、ナイスカウンター、ナイスインターセプト。こいつはスピードアップ落とすんか。一回帰らないとダメかな。一回帰らないとダメな気がしてきましたよ、私。ふーむ、お、なんか、いいや、こいつらがどんなアイテムを落とすのかを、まあ、まず確認しようか、これ。ナイス。麻痺。ちょっと王女様が麻痺ってるのはまずい。よし。ここは一気にやろう。ほらほらほら。うわー、倒せない。マジェスティ、うわー、ディフェンスアップ。なかなか面倒くさいことしてくるじゃないの。ボルケーノでなんとか2人ぐらいは、よし、落とせるな。ほらい、どんな、もう無駄やから、それ2回目やからね、それ。よし、こいつら何落とす。あ、いろいろ落とすね、これね。1回戻るか、これ。一筋縄じゃいかんな、これ。ほんま1回戻ってで、マグマリキュールはそんなに使わなかったな。装備品だな。このゴッツアーマーを3個手に入れる必要があると思います、私。はい。ちゅうことで、一旦あれだな。ちょっと装備品を集めてくる。このゴッツ系をちょっと、全員分手に入れられるまで、ちょっと粘りたいと思います。はい。一旦失礼します。うーし、再開していくぜ。アイテムね、こう、一通りこう、ずーっと人倒してたんだけど、全然落とさない。で、その代わりこの、ムラマサブラードっていうのをね、これ手に入れた。めっちゃ強いです。これぐらいだね、あれから手に入れたのはね。鎧も結局手に入れられなかったし、そういうことなんですよ。はい、まあ進んでいきましょう。そのうち手に入るだろう。そのうち敵がポロリンチョと落としてくれることを期待して。おらおらおらい、さすがに硬いんだよね。ナイスカウント。ディフェンスアップとかが地味にいやらしいね、これね、本当に。うわーい、スリープとかも嫌だしいね、本当に。これ技がね、めっちゃ使えるんすよ、これ。技がめっちゃいろいろ使えるんすけど。よし、やめておい、なんか明るくなってますけど、これどういうことなの。明るくなってますけど、なんか明るいね、よかったねみたいな、そういうこと。全然良くないわ、これ。ほら、武器がめっちゃいろいろ使えるんですわ。でとりあえずこの全体攻撃で、かつ WP 消費も少ないこの技をとりあえず打っとこうかみたいな、そんな感じでございます。ゴッツヘルムもういらないんですけど、ゴッツヘルム、王女様につけてもな、攻撃手段がなくなるんだよな。でも今意外と攻撃力あるから、なんか違うの装備させてもいいってじゃあいいかもしれんね。まあいっか。なんもないね。なんもないね。なんもないね。むむむむむ。来た方がいいぜ、これ。ほらー、わ、ムラマサブレード2本目来た、これ。装備させよう。よっしゃ。これで結構やれるようになるっしょ。よし、ほらほらい、ほらい。さすがにこれでもまだ一ターンじゃ倒せないか。だからカウンターの威力がかなり上がってるからな。おい、マヒー。よし、もはや魔法攻撃も全然効かないというね、この現状。
ロラマソブライドがもう一本来てくれればな、王女様にも装備させるとこなんだけど。スキルアップ、インテリアップ。わらわらわらわい、なかったなこれ。よし倒せるか。よーし、ゴッツガントレット。お、ゴッツガントレットだな。 STR が究極まで高まる。ほ、355、めちゃくちゃ上がるな。究極までカウンターが取れなくなるのとどっちがいいか。究極まで上がってればどれぐらいのダメージを期待できるかってところだな。4000、うーん、カウンターよりいいか、どうかな。だがな、だがな、なんかどうかなって感じすんね。どっちがいいか微妙なとこだねこれね。これでカウンターが出ないんだもんな。悩ましいね。うわーこいつ強え。おい、ナイスガード。こいつ何なんだよそれ、その攻撃カウンター攻撃っていうことか。いやらしすぎるんだが。ちょ変えて変えて回復して、なんかカウンターっぽかったな。もっと一気に強力な技で攻めるか。威力110、スタン、これいいんじゃない。スタン、これいいかもしれん。スタンさせるんだ。よし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 、あ、これだよこれ、来たこれ。スタンだよやっぱり。ムラマサブレード、もう一本来た。王女様もうそんなん装備してなくていいよこれ。王女様もムラマサ装備っていうね。ゴッツヘルムとどうしようかな。ゼルム装備しとくか。防御力上がるしね。これで全員で一人が、ああやっぱりカウンターだなあれ完全にな。王女様が意外と素早いぞ。全能力、いやガラティアちゃんの方が素早いはずなんだけどね。全員でこれやるか。そうすれば誰か一人ぐらいはスタンさせられるだろう。スタン全然しない。あーでもした。これだな、これでいけば間違いないだろこれ。よし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 、みんな強い、みんな強い。パワーアップを。王女様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 、これで全員。あ、まだ255に到達せえへんの。どこ行けばいいのこれ。ややこいの、しかしこのダンジョンややこい。どっちから来たのか全くわからなくなりましたよ私。スタンがうまいです。はい、ターンと落ちる感じですねこれ。よし、さすがに消費がいただけないなこれな。はい、スタンが発動すればどうってことはないんだが。はい、うわ回避された。でもスタンすればこっちのもんですよこれ。意外と回避すんね君ね。魔女のほうき、よしよし、スタンがうまいねこれね。ただこんなことしてたら足りなくなる気がするけどね、技ポイントがね。ムラマサブレード何本目だっていう感じなんだがこれ。よーし、もう足りない。うわーナイス、よし、ナイススターン。オッケー。ムラマサブレード手に、おお、なんかこっちにも来たな。スタンさせろ、スタンさせろ。よし、ナイススターン。スタンかかればこっちのもんなわけですよ、これ。よし、よしよし。ライフアップ。おれい。おれい。おれい。意外と避けるね。もう技ポイントがありませんことよ、これ。さてさてこれそろそろ次の階層に進みたいんだが私。はい、ナイススターン。この技やってりゃ負けへんなこれ。よしよし、オーケー。ライフアップバリバリ手に入るな。どこなの、そろそろゴールでもいいんじゃないのこれ。おいおい、
ふぅ、しんどいの、戦闘が。これでかなり楽になったとはいえ、フル攻撃を2回当てなあかんもんな。お、なんか怪しげなとこあるな。ついにゴールか、ついにゴールでやってくれ。レイレイ、うわぁ、もう WP が切れた。ふぅ、とりあえずライフアップスキルアップして、パワーアップして、ガード誰が足りてない、レベッカちゃんか。ガード上げて、スピードアップは王女様のスピード上げるか。でもレベッカちゃん低いから、レベッカちゃん上げとくか。インテリアップ、インテリが低いのは今レベッカちゃんが一番低いと。上げる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 、で回復させるか。セーブして様子を見に行こう。次の階層か。さて、わあ、おっと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 、とりあえず今セーブしてマグマリキュールで140ぐらいまで回復させとくか。おう、ばあちゃん、なんだと、レベッカのばあちゃんだと。ちょっと待って、レベッカ、あなたのおばあさんまさか現役だったの、あれ言ってなかったですか、現役バリバリです。で、ばあちゃん今日はどんな感じなの。今しがた小伝播に乗されたところじゃろ。これで1287000、なんだと、ただならぬ気を感じる。彼女も人間の領域を超えているわね。ばあちゃんの仇はレベッカたちが取るから、お前みたいなひよっこに果たしてあれが倒せるかの。私だってもうレベル99だよ。そういうレベルにこだわってるところがまだひよっこだと言うとるんじゃ。この次元の戦いにもはやレベルやパラメーターなど無意味なんだと。感センスひらめき、お前さんたちはそれを嫌というほど思い知らされるじゃろ。やっぱばあちゃんの言うとこはためになるな。ちょっとメモっとこう。伊達にレベル99を40年もやっとらんわ。すごいな。わしは帰らねばならん。さけるぞ、野郎ども来るんじゃねえぞ。はっ、おばあさま。あら、あらあら、世の中にすごいおばあさんがいたものね。そうだね。ちょっともう一回セーブして挑んでみるか。何がいるっていうんですかこれ。バイ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 。お、この気配、何か来る。わあ、なんだこいつ。あんなこいつはマウンテンスライム。ほう、どうする、どうする。とりあえず防御力下げて、乱れ雪月下ぶっ放して、あー、補助役一人連れてきた方が良かった気がしますよ。これスタンしないか。おらへん、スタンしろ。無理か。撲殺12000。ちょっとダメージがおかしいんですけど、それどういうことなんですかそれ。ダメージがおかしかったんですけど今。ちょっと乱れ雪月下。おい、ちょ、あかん、敵が素早い。よし、ナイス、インターセプトで防げる。はっはー、なるほど。これはいいことを教えてもらいましたよ。生き返って、あー、間違えた。撲殺はしなくてよかったのよ。ダクダイ、痛すぎる。なんなんだそれ。生き返るのよ。おい、ナイス、インターセプト。乱れせず、もうヒットポイントがあってもしょうがないなこれ。いえいえ、うわー、落雷はどうにもならんなこれ。もうアロマでいいわこれ、もったいないから。よし、生き返るのよ。わーおー、とりあえずガンガン攻めに行きつつの、これ厳しいね、これは厳しいね。うひょー、インターセプトがないとどうにもならんでこれ。インターセプト、よーし、ナイス、インターセプト。わー、うん、ガンガン攻めていこう。ガンガン攻めるけど倒せんのかこれ。技ポイントが足りない気がしてきたよこれ。全回復させるべきでしたねこれ。ナイス、インターセプト。よし、
攻撃力上げる系をつけるべきだったな。技ポイントが、技ポイントがもう残り少ないが、倒せそうだぞ、倒せそうだこれ。おれい、あとヒットポイントいくつあんのあんた。よし、ラグライが痛い。アイテム、アロマで生き返して。お、なんだ、お、なんやそれ、なんやそれ。乱れ雪月花、乱れ雪月花、乱れ雪月花。いけいけ、押せ押せ、よっしゃ、普通に倒せるやないかい。これ健康、美容と健康にいい薬草、こいつが持ってたの、美容と健康にいい薬草。やったわ、ついにあれを倒したので、初見ですけど、初見ですけど、これすごいです。団長、美容と健康のいい薬草も手に入りましたわ。見事じゃ、ばあちゃん来てたんだ。お前さんたちの戦いぶり最後まで見せてもらったわ。実に見事というほかない。もはや芸術の域にまで達しておった。本当っすか。インターセプトがうまい具合に発動してくれたな、これな。ついにこのわしを超える者が現れたが、約束通りわしは現役を引退しよう。そんなばあちゃん、てかそんな約束してないでしょ。お前があることは気にするな、そこは気分でええんじゃよ、気分で。お言葉ですがおばあ様、先ほどからおばあ様の殺気がどんどん増えております。さすがあれを倒した者、もう気づいておったか。ならば話は早いの。な、ちょ、ばあちゃん何、まだ気づいておらんからべっか。あれを倒したお前さんたちはラオメディア最強の存在じゃ。つまり冒険者の目標があれからお前さんたちに変わったということじゃ。ばあちゃん実の孫に向かって死ねだなんて。ちょっとと言いたいところじゃが、先ほどの戦いでお前さんたちも消耗しきっておるじゃろう。そんなところ勝っても意味はない。また日を改めようか。わかりました、受けて立ちましょう。私たちの乗ったら列車は途中下車できないのよ。誰の真似ですかそれ。姫も止めてくださいよ、すぐに戦闘場所の手。何、超裏ボス的なこと。もう嫌って、もう嫌って、それどうなんのこれ。終わったー、これ終わったよこれ。いやー、はやー、まだなんかあんのかな。さーて、どうなるこのエンディングの後。つーか今回録画時間が超大変なことになってるけど、多分二分割してるかな、してないかな、わかんないね。してるかもしんないし、してないかもしんないね。あー、カットしたいんですけど、この部分。レベッカのばあちゃん、パシフェア、最強最悪の存在、マウンテンスライム。まだまだ遊び足りない魔人倒してないね、結局のところね。倒しに行こうぜ、あの子倒しに行こうぜ、せめて。ドゥッ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 ドゥドゥドゥ。さーて、さてさて、どうなる、どうなる、どうなる。さあ早く帰って美容と健康にいい薬草を塗りましょう。男女、やっぱ、やっぱりその薬草欲しかったんだ。当たり前でしょ、これが欲しくない人間なんていないわ。まさかそれだけのために頑張ってらっしゃったの。十分な理由ではありませんか姫。そんなに欲しかったんなら私が塗ってあげますよ。ちょっと待って、レベッカ、こんなところじゃダメよ。私もお手伝いしますわ。お待ちください姫、誰か来たらどうなさるおつもりですか。激しい戦いでしたから、皆さんで綺麗にやりましょうね。あら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 、ちょっと、ちょっとこれ、ご褒美1万円ですかこれ。素晴らしいです。その下の文字いらないんですけど、その下の文字いらないんですけど、これ。終わりかーこれ。わ、なんだ、戻されたぞここに。終わりなのはいいんだけど、ちょっとさ、戻って、戻ってよ。ビビちゃん倒しに行こうと思うんですけど。じゃあビビちゃんとこまで行きまーす。うーし、このね、魔法陣のところまで戻ってくる間に、いろいろなちょっとね、武器をまた新たに手に入れて、テレプスタージャ、これで、おかしい、ダメージがおかしい。あと熊のぬいぐるみっての手に入れた。すべての魔法が使用できるってなったんで、魔法の砲撃でこう2回行動しつつ、熊のぬいぐるみで魔法をぶっ放すみたいな、これめっちゃ強いんだけど、このテレ、おかしいんだよね、なんかいろいろおかしいんだよ。ちょっとそこら辺ザコテメキでやってみようか。おい、ちょっとこれザコテキくん、じゃあ、ああ、間違えた、テンペストエッジだ。まあいいか。ほら、おかしいでしょ、これ。おかしいでしょ、今のダメージ。帰ろう。よーし、よし、よし。帰ってきた。休もう。とりあえず一回休もう。
もうアザポイントがないんでございますよ、これ。帰ってきた。一応セーブして。装備品、一人で挑まなきゃいけないからな。ちょっとゴッツアーマー一旦外して、ゴッツアーマーこっちにつけよう。で、ゴッツガントレットじゃなくて、ゴッツヘルムにして、インターセプトを狙っていくと。で、こっちにすっか。これでいいんじゃないか？ちょっとこれで挑んでみようじゃないか。あ、夜に待たないとダメだったな。よーし。深夜を待つ。さてさて。やってやろうじゃねえかい。注意しに来たのよ。うん。あれ？そうなっちゃうの？あ、なに？そういうこと。そうですか。ちょっと、じゃあ、もっかい。注意すると、ああなっちゃうんね。なるほどね。もっかいです。もっかいやりたいと思います。しやまーつ。今度こそやってやろうじゃねえかい、俺。負けへんぞ、こっちにあんなめっちゃ強い武器あるんやからな。負けへんぞ。あれ、いない。あれ？マジで？注意したからいなくなっちゃったってこと？じゃあやり直すよ。セーブしてよかった。セーブしてよかった、俺。深夜を待つ。ふーし。カモン、カモン。真夜中の俺を早く。さーて。浮き技。二回攻撃ですから、こうやって。ほら、ほら！どうじゃ！どうじゃ、これ！チート性能すぎるだろ。ケイ、ただの子供じゃないと思っていたけど、まさか魔人だったなんて。おい、帰ってった。ん？やれやれだわ。はーん、これ昼間会えばまたあれなんかな、変わるんかな。ドラドラ？どれどれお嬢ちゃんやい。お姉ちゃん、私の秘密みんなにバラすの？あなたはここでたくさんの人をああやって脅かしてたの？最後までビビーのお願いを聞き届けられたのお姉ちゃんだけだから。まああんなことしないって誓えるかしら？おい、じゃあ意外とええ子やないこの子。俺にこの熊野ちゃんのぬいぐるみあげる。いいの？ビビーのはまだあるから大丈夫だよ。すんごい装飾品なんだよ。この年で熊野ぬいぐるみだなんて。ああ、もう持ってるんだけど、それ熊野ぬいぐるみって。同じものでした。同じものでした、これ。すべての魔法が使用できる。でも、テレプスタージャがある手前も必要ない感あるよ、これ。どうすっかな。ゴッツカーブにして、とりあえず、素早さを上げたいからダイヤモンドリングにして、これが今できる現状の最高かね。もうこれで終わりなのかな？終わり、かね？終わりかね。なんか、王冠マークついてね。王冠マークついてる。最下層、もう何にもないんかな。一応、もう一回見に行ってみる？なんか、このゲームのことだから、裏の裏とかありそうだけどさ。ここまで来るとね。イニシエの迷宮。またこれ地下まで降りんの超めんどくさいね。まあ、行きますよ。何にもなかったら、まあ、カットっていうことで、行ってきまーす。来たわけだが、あれ、この気配何か来る。またスライムかよ。ちょっと待って、スライムはいいんですけど、スライムはもう割と戦いたくない感じなんですけど、もう戦ってみる。わいわい、乱れせすげっか。ちょっと防御力か、攻撃力上げよう。攻撃力、アタックアップ、アタックアップ。これどれぐらいのダメージが期待できる？これ。7万ダメージ出すぎだからね、それ。ダメージ行きすぎだからね、それね。うわぁ、死んだ、クソ。でもこのターンでも倒せるよ、これ。ちょっと攻めよう。お疲れちゃんでした、これ。ドーン、ドーン。ナイスインターセプト、危なかった今の。
これいい。しゃあこれ楽勝やないかい。2回目ですけどこれ、あれやらこうなっちゃう。2回目だよ。ちょっと待って、はいはい、2回目はいいです。もうな、おー階段ができてるかなこれ。おう、ちょっと待って、なんか新しい通路ができてる。とっとと行きましょう。待ちなさいレベッカ。マウスラを楽し、マウスラって何、マウンテンスライムの略それ。この先にもっと凶悪なやつがいるってことじゃない。聞いてないの？だってばあちゃんマウスラ倒すってなかったら知らないっすよ。そんなの言ってはダメよ。嫌な予感がするわ。行くっきゃねえだろこれ。どうなる、この部屋が何か来る。こっついの来たー。とりあえず一気に攻め落とそうぜ。乱れせすげっか。とりあえずどうすっか、攻撃力上げよう。あと自分の攻撃力も上げて、あらららららドーン、ドーン、一目で生きたんだよおめえよ。攻撃力上げる意味ないかもしれない。死んだか、ちょっとちょっとおかしいでしょ。何よこれ、ダメージの桁が違うじゃない。こんなの無理よ、帰るわよ。ちょっと、いや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 、待て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 、どうしたらよかった今の。魔法だよな。でも半減してるんだけどね。つまり何、どういうこと、何をどうしてらよかった今の。絶対倒せない敵っていうこと、そういうわけじゃないと思うんだよな。何かが効く、何かがこう、なんだなんだ、ちょっともう一回ちょっと試してみるか。さてとりあえず攻撃はすっけど、防御しといて。何ができる、スタンとかが効くとかそういう可能性はあるか。ね、麻痺させる、眠らせる、どう、防御で耐えられるとも思えないけどな。あ、ダメだねこれね。あ、防御しても16000食らう。あれってインターセプトで防げないよな。あーりー、どうしたらいいの。またまた、いいよ、構わんよ、恋人だよ、構わん構わん。はい、ショーターンは、あ、おばあちゃん来てるじゃん。その、あれにコテンパンにされたようじゃの。もはや勝負という次元の話ではありませんでした。人間では絶対勝てない存在なのではないでしょうか。どっちのこと言ってんのそれ。どっちのこと言ってんのそれ。だがわしは、あの、マウスラとの戦いでいくつか勝機を見つけておる。もうマウスラはとっくに倒しとるんやて。優秀な装備が必ずとも役立つとは限らん。マウスラとの戦いでは特にな。二つ、人間は窮地に立たされると驚くべき力を発揮するも生き物じゃ。HP 満タンであれと戦っても無意味。なんだと？三つ、あれは間抜けな顔をして意外に賢い。よしんば攻略を見つけてもそれに気づかれてはダメ。あれが怪しい行動を取ったら気づかれた証拠。全員同じ構成にせず少しばらけて悟らせぬのじゃ。最後あれをいよいよ追い詰めるとやはり怪しい行動を取ってくる。そうなる前に一気に蹴りをつけるんじゃ。わしはここのとこいつも負けてしまうんじゃ。と言いつつやる気なかろ。頑張、もう倒した、もう倒したよ。その効果たるや凄まじいらしい。まあどちらが先にあれを倒すかお互いに頑張っていこうじゃないか。ばあちゃんが来てるんですよ。よかったな、よかったなそれな。え、でもあの奥にいるやつどうやって倒すねんそれ。ちょっとあいつ倒したいけどな。全員がテレプスタージャを装備すれば一旦目で倒せるか。この可能性はどうかな、微妙な、どうだな、微妙、倒す、一人でだって10分の2ぐらいしか削れてなかった気がするよ。どうするかな。うわー、もう超疲れた、もう超疲れたよ。やっともう一本出たよ。
けど結局2本しか手に入ってないんだけどさ、とりあえず2本でどれぐらいやれるか試しに行くか。そうだな、ゴッツガントレットにして攻撃力を可能な限り上げてたな。これでなんとかなるか。とりあえずあと上げれるもんもないもんな。アイテムとかもこんなんだよ。装備品とかもさ、これ村浜サプライズ17本ってなんなんだこれ。手に入りすぎだろこれ。とりあえずこれでちょっと挑んでみるか。ゴーゴー。さーて、攻撃力アップとかは間に合うかな。味方全員の攻撃力アップとかないの。味方全員の攻撃力アップないね。あー間に合わない。早いか。あそう、あ全然あれでも意外といけそうだぞと。意外といけそう。あー微妙に削れない。もうちょい、もうちょい火力があればいける。つうか、アトレイシアちゃんが一番素早ければいいんだよな。攻撃力上げる魔法なんだっけ。攻撃力上げる魔法なんでしたっけ。なんかあるだろう。なんかある。メルティだっけ。どれだ。トリートメントじゃない。マジェスティでもない。どれだろう。この中にあるか。あだあだあだ、これと、あと素早さを上げる、素早さを上げる装備。これだ、ウィングブーツ。280、これで先手取れるんじゃない。で、セーブして、行こう。今度こそやってやる。間違えた間違えた。おい、おい、おい、おい。あ、でも2回行動、デッキ。あ、2回行動できない、これだと。あー、そうなっちゃうか。まあ、先手は取れる。一人だけ上がってる状態でどうこれ。無理か。どうなのよ。もう0-0って、桁数がおかしいけど、もうこれ。おー、倒せそうだぞ。よっしゃ、倒した。どうなるの、どうなるのこれ。どうなるのこれ。もう何にも手に入れられないけど。やったわ、こいつも仕留めたわよ。なんだかもう無弱者ですね。一体何が起こるのかしら。何が起こるのかしら。あれ、何も起こりませんね。どういうことなの。さらに微妙と健康に薬草が手に入ると思ったのに。もういいですよその薬草は。どうしてなの。こんなの聞いてないわよ。何期待してなんですか。もうしょうがないわね。じゃあ帰りましょう。終わりなの。ちょっと待って。ああ、もう、分かった。一番の恋人です。レベッカちゃん一人旅ってのも、一人だけってのもやってなかったけど、これで終わりなの？どう？そういうことなのよ。倒したけど、いやー、倒せたなー。しかしな、これな。じゃあ最後にレベッカちゃんとニャンニャンするか。レベッカちゃんニャンニャンしようぜ。レベッカちゃん一人だけっちゅうやってなかったよね、多分ね。隊長来てます。本当に来た。団長の海に溺れに来ました。あなたがこんなことすることなんて思ってなかったわよ。団長がいけないんですよ。私を悪い子にしたのはあなたです。ちょ、ドンキなの？一緒に出ましょう。今夜は寝かさないわよ。私の夜の武器技は108種類まであるわよ。もうバンバンひらめいちゃってください。いいわよ、こっちに来なさい。私の可愛い子猫ちゃん。あらあらあら。ちょっと待って、レベッカ、これは何なの？なになになに？待って、道具を使うなんて聞いてないわよ。これがないと、何しようとしてんだよ、レベッカちゃん。違うよ、こんなの違うったら。ダメです、団長。じゃあ私から行きますよ、何すんの？いやよ、こんなのダメだって。これでどうですか？無理に決まってるでしょ、そんな大きいの。何してるんですか、ちょっと。全然小さいじゃないですか。早くしてください。散らさないでください。これでいいのかしら？その調子です。じゃあもっと攻めますよ。待ちなさい、最初からそんなに飛ばしたら持たないわよ。全然飛ばしてないですよ。これどうせあれだろ、全然別のゲームやってるとかそういう話じゃないの？無理大きすぎるわ。やっぱりな、大富豪やってんのかお前ら。革命はさせませんよ、私には2が3枚あるんですか。
いやだからどうしてあなたのトランプで遊ばないといけないのよ。確かに大富豪はメンバー4人欲しいところですね。そういう問題じゃないでしょ。もう団長、自分のとこにいいカードは来ないからってわがままばっかり言っちゃって、こんなの嫌。今夜は寝かせませんよ団長。もうレベッカちゃんも子供やな。おーい、おはようございます。姫が起きる前に戻りますね。それじゃまた後で、また後でい。わあ、ちゅうことらしいです。はい、結局5時間弱か。5時間弱でございます。おばあちゃん来てるやん。もう倒したぞ、さらに。やったって。もう2匹とも倒したよ、これ。楽勝やった。わりかし楽に倒せたって。うん。ちゅうところで、終わりかな。いやー、なかなかやり込んだね、これね。うん。いやー、面白かったね、これ、ほんとにね。サックサクだったよ、これ、ほんとに。最後のあの竜は若干絶望的だったけど、まあ、なんとかなってよかったですね。ちゅうところで、今回にて、王女様とバラの騎士、実況プレイ動画、終わりにしたいと思います。また、次の私の実況でお会いできることを楽しみにしております。それじゃ、またね。